では今回はイールスの計算について、ちょっとグダグダしてしまうとは思うんですけども、やっていこうと思います。まず、Win2K のワークショップに行くとですね、Google でこうやって Win2K を検索して、ちょっと早すぎましたか、 Win2K のホームページに行ってレッグユーザーで、テキストブックス、そして、この下の方にある、この下じゃないですね、すいません、モーストリーセントバージョン、じゃなくて、そうですね、じゃなくて、レクチャーノートですね、ごめんなさい、レクチャーノートを開いて、でもっと下に、エクササイズというものがあります。これにをクリックして押します。で、基本的には、Win2K のワークショップというのはこの、ムラハ教授らの、講義が終わった後にこのエクササイズというのをやります。で、各個人が PC の前に立って前に座って、でこのエクササイズを、やっていくわけですね。でちまちまと分からなかったら手を挙げて、チューターの人、Win2Kのディベロッパーの開発者の人に、教えおこうというような手順になります。特にでここのものを見てもらうと分かるんですけども、なかなか理解するのが難しい。多分参加したとしても、よく分からないことが結構出てきますね。英語でいくつか書いてあるんで、分かる部分もあるんですけども、分からないところもあります。例えばこのユニットアンダーバー LAPW とは何ぞやということになるんですけども、これはターミナルを開いて、そして、ターミナル上でこのコマンドを入力するという、入力するコマンドです。でこの init アンダーバー LAPW と入れますと、このこちらの例えば前の時のこのイニシャライズ火力のファーストモードを行ったのとほぼ同等のことが行われます。でこのようなコマンド入力をする方法もあるんですけれども、コマンド入力なかなか、多くの方々には難しいので、コマンド入力じゃない方法を今回ご説明していこうと思います。で、せっかくコマンドここで出ましたので少しだけ、コマンドについて書いておきますけども、このここで、コマンドの後に、-p とかいろいろなものがついているものが例えばこの後いくつか出てきます。例えばこの後に -cc とついてますね。これどういうものかというのを調べるには run-h というボタン、 h と入れてエンターを押しますと、そのハイフンの後はオプションなんですけども、それが何かということを説明してくれます。例えば -cc であればここにありますように cc というのはチャージエナジーの リミットを設定するんですよと書いてあります。で、制限が 0.0001 ですけども、ここでは 0.0001 に設定している。で次のところの -ec というのはここに書いてある EC リミットで エネルギーのコンバージェンスの設定です。でこれが設定されているんです。で、他の部分も似たように、なっていますので、独学でやる場合にはこれを読みながらやっていくか、または、この後、イールスの場合について説明していきますので、それを参考にしながら、いろいろと独学勉強していただければと思います。イールスの場面に行こうと思います。イールスの手順ですね。イールスまたは XS 吸収の計算ですね。経営時の吸収の計算の手順になります。ここに手順が書いてありますので、だいたいこの通り行っていけば良いことになります。まず MGO の計算ですので、クリエイトニューセッションでまず MGO のセッションを作ります。そして、MGO は NACL タイプということなので、おそらく225でいいはず。225の公式数が 7.96 とか出ています。ボーアになってますね。その場合はここの部分をボーアにして96、
で、タブ A、タブ A。で、マグネシウムと酸素。それで 0.5。これで、これまで通り、オールスキーム、セーブで、ビューストラクチャー。で、これで岩塩構造のMGO ができています。では次に、ここではまあ1回目、単位法のものをディフォルトの先手で計算して、吸収を計算してくださいと書いてあるんですけども、今回は、スーパーセルの方法でいきます。通常経点を計算する場合には 2×2×2 よりも 3×3×3のスーパーセルで計算するのが良いと言われていますが、まあ、今回時間の関係上 2×2×2 にします。やり方はほぼ一緒です。ではまずスーパーセルを作ります。スーパーセルはシングルプログラムで、スーパーセルのボタンにチェックを入れて、ここにチェックを入れてイグゼキュート。そして 2×2×2 ですね。ここを 2×2×2とすることで 2×2×2 のものができます。それでエグゼキュート。そして、ファイルズのストラクチャーファイルに入って、スーパー.struct というものがあるところを Ctrl A で全体指定して Ctrl C でコピー。そしてバックで戻って .struct、この .struct のところに Ctrl A で全体指定して Ctrl V で貼り付け。そしてセーブ。そしてまた戻ってストラクトアンダーバー i が2つついたものに入ってコントロール A でコントロール V セーブ。そしてストラクトジェンに戻るとスーパーセルに 2×2×2 のスーパーセルになった構造が出てきます。ちょっと見てみましょう。ビューストラクチャー、このような構造になります。で、ここで、でここまでで、ここの X スーパーセルの、ここまでの部分が終わったことになります。次に、ラベルを変えるということが書いてありますので、そこをやってみましょう。まずエディットストラクトファイルで変えて、で、まあ、原点のところのものを1としましょう。このようにラベルをつけます。そしてセーブストラクチャーセットオートマティカリオールとしてセーブファイルクリーンです。で、ここから順番にイニシャライズカルキを行っていきます。まずファストモードを使わずに分かりやすくするためにインディビジュアルのモードで見ていきましょう。まず色のついた部分を順番に、ちょっとかかりますね、順番に見てやっていきます。で、ここはノーレイです。でスペースグループ でここでイエスにします。で、スタートストラクトジェンで一回見て戻って見てみましょう。そしてマグネシウムの部分は1個変わっていることが確認できます。でその他のところはいくつか種類分けがされていますね。ビューストラクチャーでも見てみましょう。ちゃんとできてますね。で、これでイグジットです。では、イニシャライズカルクに戻って続きからやっていきます。シンメトリー。そしてコピーで。で、LAPW。で、このまま。そして、ここをなぜかずっとここでループするんですけど、ここはもう一度やりましたので、次に飛ばして L スタート。そして、また戻して、ビューアウト。それで、ここの、.in1 のアンダーバー st というところになりましたら、あ、すいません。ここに rkmax をセットすると書いてあります。ここにも rkmax を 6.5 にしてくれと書いてありますので、ここでセットします。rkmax はここに対応します。この左側の部分、この数値の部分はこちらの順番に並んでいます。でここが rkmax ですので、ここに書いてある通り 6.5 と。
というふうにします。で RKMAX6.5 にしてセーブ&イニシャル LAPW、 そしてチェックのこちらも押して、ここも押して、で次は軽減になります。軽減は200で行えと書いてあります。ああ、いや軽減ですいません、軽減は200で行えと書いてありますので、ここは200、ここを200にします。そしてエグゼキュート LAP、 そしてこうしていきます。そしてまあここまでが終わりましたね。で次に、エディットのケースの INC というものを、変えなければいけません。でこれは、ファイルから変えることになります。まずファイルズで、show all files を見て、ここの .inc と書かれた部分を探します。ここですね、 .inc で、ここの部分で、原子の数、内角にホールを作るようにします。内角のホールは、1S の部分をなくしますので、占有をここを一番最初の部分が、あ、これはどういう順番に並んでるかといいますと、このストラクチェーンで入っている順番になります。一度戻ってみます。こちらの方で順番になってます。この順番にアトム1、アトム2、アトム3という順番に並んでいます。なのでアトム1のところの、1S の経験、 1S のエレクトロンを1つなくすには、ここを2から1にします。そうすると 1S 軌道に、2個入っている電子が1つになります。そしてセーブします。そしてちょうどで .inc をこれだけ変えただけでもいいとは思うんですけども、もしも、うまくいかないといけないので、こちらも念のために変えておきます。こちらの .st と書いてあるものは、このイニシャルカリクで、出す、提示される、表示される、まあ、スタンダードなファイルになるんですけども、そちらも影響するかもしれないので、一応書いておきます、変えておきます。そして、ここまでが、今終了したところです。で次に、エディットケース2で、電子の数を増やします。イニシャルカリクで、IN のところに飛びます。まあ、ここで一回ここをしましょうか。でここまで行ったんですけど、一旦ここ戻ってここに行きます。そしたら、電子数を増やします。電子数は、こちらに、何かが書いてある、何がっていうことが書いてあるんです。ここの NE の数を1つ増やせということです。これがナンバーオブエレクトロンの意味ですので、ここを1つ増やします。512から513。そしてセーブ、イニシャル、エレブ。そして順番に押していきます。で今回はちょっと例のためにスピンはなしでやっていきます。ここにもラン SPLAPW になったラン LAPW を書かれていますので、ノンスピンで行います。で、Continue with SCF。 でさらに、時間が今回かかることは予測されるので、並列、経点並列もやりたいと思います。経点並列は Utils のエディットマシーンで、ここの数をコア数が3つですから、あ、いや、コア数、コアは4、この PC コアは4コアですから、4-1 を下、3つ、さあ3つの3分割して計算します。でセーブと、でラン SCF、 そしてここである通りラン SCF、 このラン LAPW というのはこのスタート SCF サイクルと一緒です。でこれを押します。
で経過を見ていきます。なかなかかかりますね。では今回はちょっと時間計算時間かかりますので、今回はこれで終わらせて、計算が収束したら、また続きをやりたいと思います。今回はここまでですね。ここまでで終わります。ではまた次回続きを行いたいと思います。